こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー。今日は3年生の道徳、六米寺と千代についてお話をします。えー、内容項目は、親切思いやりです。はい、えー、それではあらすじです。えー、村外れに住む六米寺はよその土地から変わってきて、村の人が声をかけても返事もしない。慣れない土地で一人暮らしをしている六米寺をかわいそうに思った千代は、毎日六米寺の家の前の大きな石の上におやつを届けた。 半月ほど経った時、石の上にきれいなお皿と感謝の手紙が置いてあった。こうしたことがあってから、六兵衛寺と村人との付き合いが始まった。六兵衛寺も楽しい毎日が送れるようになったという心温まる話ですね。はい、小学校学習指導要領の解説を読んでみました。 まあこれ心温まる話で、六、えー、米 G を取り巻く村人たちも決して冷たい人たちではないんですね。まあ、ですが、よそから変わってきた六米 G から少し引いた位置で見ていたんでしょう、その中でただ一人、えー、千代だけがあ少し、ね、小さな勇気を振り絞って、六、えー、米 G に、えー、あなたのことをみんな心配してますよという思いをね、おやすという形で届けたんだと思います。それが、まあ6米の心を変えたと いうことです、まあ、そう考えると赤字の部分ですね親切な行為を自ら進んで行うことができるようにするとこのあたりにスポットを当ててはどうかなというふうに思いました、まあ、おやつを毎日運ぶ中の行動を取り上げ親切を行うには小さな行きが必要なことに気づかせると、まあ、このような形での授業プランを考えてみましたはいそれでは発問です、えー、まず親切にししててもらって嬉しかっ嬉かたこの発問から入って資料の判読 六ージはどんな人でしたか父は六ージにどんなことをしましたか父がおやつを届け続けた理由は何ですか六ージはどう変わりましたかと、まあ、ここまではあらすじの確認。ここからですね、六ージの心を変えたのは何ですかこれは父の真心ですね。しかもそれを続けたということが極めて重要ですね。ここまで読み取らせたいですね。 さあ、その上で村人と千代の違いはどこにありましたかと。えー、ここはね、話し合いの中でしっかり子供たちに読み取らせたいのは村人も決して冷たい人たちじゃないということですよね。えー、千代のお母さんなんかは食べ物なんかも千代に持たせたりしているわけです。えー、村人だってね、親切だし、温かい心を持っている。さあ、千代との違いは何と。まあ、少し勇気があると。 ね実際に行動に移すことができるというような考えが出てくると思います。まあ 結局のところ、最後はそこなんですけどね、えー、それができるかどうかというところなんですけども、まあ、その上で、えー、千代みたいな行動が取れる人になるにはどうするといいですかということで、子どもたちから意見を出させたいですよね。やはり、えー、小さな親切、行動に移せる人になってほしいなというふうに思いますね、えー。最後、困っている友達に対して何ができますかというようなことで、考えをノートに書かせて授業を終えるというようなプランです。 はい。ご視聴ありがとうございました。先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。